京一郎、昨日は随分派手にやらかしたらしいな。本当にな。仲のいいことだ。それはこっちのセリフだ。私がその仲良くしようとしているのに、お前がここのツケを払わないんだ。でした。確かに依頼の書類ですので、これでお仕事は完了です。本当にありがとうございました。他に頼める人がいなかったので、もちろん報酬金も上乗せしておきました。でも潜入道具一式が未変換ですし、京一郎くんの痕跡を消すのに結構お金がかかって天引きしちゃいました。きっと次回もキリキリ舞い。
曇った日でもあなたの心を照らし出すギリちゃん参上です。第3話大変だったにゃー。でもでもダイナミックな京一郎さんだからできるお仕事よね。さあ次回はこれぞ探偵屋さんに頼んでみたい依頼ナンバーワンのお仕事です。背に腹は変えられないとしぶしぶ引き受ける京一郎さん。何でもなかったはずのその依頼の裏にはキリの探偵式第6巻もギュンギュンにゃー。それじゃあ次回ふざけろ大学教授にレディー。京一郎さん、京一郎さん、お目覚めですか？一郎さんの寝顔を眺めていたら眠ってしまって。覚えてらっしゃらないのですか？先ほど京一郎さんがご自分でこちらに歩いてらっしゃってベッドに倒れ込んでしまわれたので。そのままお休みになられたので、ごめんなさい。京一郎さんの寝顔を拝見していました。はい、思わず隣で眠ってしまうくらい楽しかったですよ。
これはティー用のカップだからコーヒー用とは別にしておいてください。この端が欠けてるのがコーヒー用なんですか？それはどっちかというとどうでもいいお客用です。よう、仕事か。野望って、もう少しこうスケールの大きいものじゃないのか？スケールなんて人それぞれさ。視野も想像力も生活可能な範囲に収まるもんだよ。悪いこと言わないから他に回した方が。はい、そうですけど。あれ、まどかちゃんは？仕事ですよ。まどかちゃん、どこ行ったんですか？お金は規定の料金と経費です。浮気調査のお仕事になります。よく去っていくのは京一郎君には無理だと思います。
まずお話だけでも。夢も野望もいいが、何をやるにも金はいるものだぞ。そうだ、大体お前はここのツケだけでどれだけ溜まってると思ってるんだ。ツケとは何でしょう。それはメニューに載っていませんでした。先々月からの事務所の家賃と電気代と。そろそろこういうぐうたら男は放り出した方がいいと思います、旦那。もしかして京一郎さんはお仕事をしないとここにいられなくなるのですか？もしもし、どんなお話になっているんでしょうか。いいから黙って何でも仕事しろ、ぐーたら探偵。まどかさん、京一郎さんがご心配なんですね。そうなのですか。私はとても心配なのですが。どうしましたか。ご無事ですか。そうですか。じゃあお待ちしてます。